明る姫祭りは商店街活性化事業として地域の皆様や商店街の方々が中心となって平野商店街一帯で開催されています。明る姫祭りのパレードが平野公園から出発します。ワッソとは韓国語で来たという意味らしいです。明る姫は古事記によれば白木王の子である雨の日ごこの妻となっています。白木から戻ってきたため韓国語でワッソと言っているのかもしれません。大阪教育大学附属平野中学校の皆さんによる鐘や太鼓の演奏、明る姫のようです。できるだけ嘘はないように、どんな時も優しく晴れるように、人が痛みを